はい、こんにちは。今回はとんでもないパンチ力を持っていましたが、世界王者になれなかったボクサーたちを紹介いたします。1970年代に活躍したアーニー・シェーバースは、ジミー・ヤング、ジミー・エリス、ジェリー・クオーリー、ロン・ライル、モハメド・アリー、ラリー・ホームズ、ケン・ノートン、ランドール・コブなど多くの強豪と対戦しました。シェーバースは74勝のうち68の KO 勝利を量産し、一撃の威力ではボクシング界史上最高だったと多くの人が評価しております。1977年9月、シェーバースは世界ヘビー級王者モハメド・アリに挑戦し、何度も強烈な右を炸裂させ、王者アリを追い込みました。シェーバースは天性の強打でアリを苦しめましたが、スタミナと顎に難点があり、王者アリの巧みな技術でポイントを奪われ、判定で敗れました。ロン・ライルは10代の時に殺人罪で服役し、刑務所でボクシングを覚え、服役後アマチュアを経て29歳でプロデビューしました。デビュー後は凄まじいパンチ力で KO の山を築き、1975年5月、世界ヘビー級王者モハメド・アリに挑戦しました。アリは強打のフォアマンから奪った世界王座の2度目の防衛戦でしたが、圧倒的なパワーを誇るライルは持ち前の強打を浴びせてアリを苦しめました。ライル優勢で終盤に差し掛かった第11ラウンド、勝負強い王者アリはチャンスを逃さず、高速のコンビネーションパンチをヒットさせ、大逆転勝利を収めました。アリに敗れたライルは、破格のパンチ力を持つアーニー・シェーバースと戦いましたが、第2ラウンドにシェーバースの強烈な左フックをもらってダウンを喫しました。しかしライルはアリに再び挑戦するという強い決意を持っており、シェーバースの猛攻に耐えました。猛攻撃に耐えたライルは反撃し、第6ラウンドにパワーパンチを浴びせ、逆転 KO で強敵シェーバースを破りました。シェーバースを破ったライルは、次の試合でゾウも倒すと言われた歴代最強パンチャーのジョージ・フォアマンと戦いました。共に190センチ、100キロを超え、凄まじいパワーを誇る両者は、初回から真っ向から打ち合い、一発のパンチが当たるごとに形勢が入れ替わりました。第4ラウンド、ライルはフォアマンからダウンを奪いました。しかし、フォアマンもアリと再戦するという断固たる決意があり、ダウンを奪い返し、そこから
歴代最強パンチャー同士の戦いは、ボクシングを超えた凄まじい殴り合いに発展していきました。この激しすぎる死闘は、第5ラウンドにゾウも倒すジョージ・フォアマンの強烈なパンチによってついに終止符が打たれました。サモアで生まれ、ニュージーランドで育ったデビッド・ツアーは、アマチュア時代にオリンピックで銅メダルを獲得いたしました。プロ入り後は、剛腕から繰り出されるパンチで KO を量産し、ジョン・ルイス、ハシーム・ラクマン、マイケル・モーラーなどを KO しております。ツアーは身長が低いのですが、桁違いの頑丈さを誇り、ダウンしたことがなく、ぐらついたことすらほとんどないのです。全身を使って繰り出される剛腕は、一発一発破壊力があり、多くの相手がマットに沈められたのです。残念ながら世界王者になれなかったのですが、関係者からの評価は高く、2003年にリングマガジンが発表した史上最も偉大なパンチャー100人に選出されました。アイク、The President, I fear Bucci。 アイク・イベア・ブッチはヘビー級で1994年から1999年まで戦ったナイジェリア人の元プロボクサーです。イビア・ブッチはナイジェリアの軍隊に行くつもりでしたが、タイソン対ダグラスの試合を見てアマチュアでボクシングを始め、国内王者になり1994年にプロデビューいたしました。デビュー後は20戦全勝 15KO の記録を残したまま、1999年にラスベガスの刑務所に投獄されました。パワフルな連打と手数の多さでヘビー級を席巻し、当時27戦全勝の強打のデビッド・ツアーと戦いました。イビア・ブッチは20戦目に後の世界王者クリス・バードと対戦いたします。クリス・バードはこの時26戦全勝 14KO の戦績を誇り、サウスポー構えの防御は巧みなボクサーです。イビア・ブッチはクリス・バードの技巧に手こずりますが、5ラウンドに強烈なパンチを叩き込み、形勢を逆転させるのです。レーザーの身を持つドノバン・ラドックは、切れ味鋭いスマッシュで KO の山を築きました。
タイソンとラドックの強烈なパンチを持つ2人のハードパンチャーがノンタイトルでぶつかりました。ダグラスにまさかの KO 負けを喫したタイソンですが、パワーは未だ健在で、初回からラドック相手に飛び込んでいきます。ラドックのスマッシュは、はじめの一歩という漫画の中で、千堂武が使っているパンチなのですが、208センチのリーチがしなり、強烈な破壊力なのです。ラドックが勢いに乗ってきましたが、7ラウンドに、タイソンは左右のフックで逆襲し、力ずくで激闘に終止符を打ちました。早すぎたレフリーストップが物議を呼び、ラドックは3ヶ月後に再びタイソンと戦い、序盤から激しく打ち合いましたが、タイソンが2ラウンドと4ラウンドにダウンを奪いました。ラドックも中盤から反撃に転じ、左スマッシュや右の打ち下ろしなど破壊力があるパンチを繰り出し、タイソンを圧倒するシーンがたびたび出てまいりました。中盤からラドックは盛り返しましたが、タイソンが鋭いコンビネーションパンチでポイントを抑えていき、ポイントでは勝ち目がないラドックは左のスマッシュに逆転の望みをかけて攻撃したのですが、タイソンを倒すことができず判定で敗れ去りました。